いや、そんなレポート交換だけして面白いのかよっていう、全然面白さがわからないっていうコメントをいただいたんですよ。ちょっと今日はあの ICDPR3 で、デジカン 0.2W で運用したいと思います。どちらかお聞きの方いらっしゃいますか？こちらは長岡ホテルロミオ420、岐阜県関ヶ原町移動です。次回チャンネル12、ごめんなさい、チャンネル12、キュアコード27144、チャンネル12、キュアコード27144で再度コールします。各局よろしくお願いします。どちらかお聞きの方いらっしゃいますか？こちらは長岡ホテルロミオ420、長岡 HR420、 岐阜県関ヶ原町明神の森井戸です。入館局ございましたら応答お願いします。受信します。どうぞ。名古屋 TK はい、次。あ、各局ありがとうございます。ちょっとごめんなさい、重なってだいぶ潰れてしまったんですが、 TK816 局さんいらっしゃいましたか？ TK816 局さんいらっしゃいましたか？どうぞ。はい、了解です。はい、了解しました。名古屋 TK、 長岡 HR420 番局さん、名古屋 TK816 すみません、メリット5、こちらからもメリット5です。はい、運用時愛知県日進市平成展望台、愛知県日進市平成展望台移動になっております。はい、情報チャンネル戻った瞬間にね、声聞こえましたので慌ててチャンネル変えました。はい、かなりの局さんがね、お呼びですのでね、はい、速やかに引っ込んできますので、はい、ロードコール状態になりますね。はい、どうもありがとう、昨日もどうもありがとうございました。はい、どうぞ、明神の森のこと楽しまれてください。長岡 HR420 番局、名古屋 TK816、どうぞ。はい、了解です。名古屋 TK816、 こちらは長岡 HR420 です。日進市の平成展望台ですね。はい、了解です。こちら岐阜県関ヶ原町明神の森です。はい、なんかね、たくさんの方にちょっと呼んでいただいて、0.2W に落としてるんですけどね、たくさん呼ばれてびっくりしております。たくさん呼ばれるんじゃないかと思って出力を落としたんですけど、やっぱ明神の森はね、飛んじゃうみたいですね。はい、先日特賞の方でもありがとうございました。またね、今後ともよろしくお願いします。名古屋 TK816、こちらは長岡 HR420、関ヶ原町明神の森です。どうぞ。ありがとうございました、73。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。重なって呼ばれた方いらっしゃったと思います。こちらは長岡 HR420、岐阜県関ヶ原町明神の森です。受信します。こちら愛知エコーパパ606、どうぞ。愛知 JB74、 どうぞ。各局ありがとうございます。すいません、たくさん呼んでいただきまして、順番にお呼びします。 ST787 局、 EP606 局、 JB74 局さん、順番にお呼びします。 ST787 局さん、どうぞ。了解。はい、了解です。長岡 HR420 局、こちら岐阜県諏訪郡太陽町、菩提山山頂、菩提山山頂ですか、すごくね、明神の森を、ね、見上げるご条件ですね、運用しています。どうもピックアップありがとうございました。あの辺です、菩提山っていうの。59です、どうも。はい、岐阜 ST787、 こちらは長岡 HR420。 はい、了解です。あ、菩提山ですね、そこに見えてますね。はい、ここからごめんなさい、見下ろしちゃってます。IGP606、 こちらは長岡 HR420、 メリット5です。どうぞ。了解しました。長岡 HR420 番局、こちら IGP606 です。自宅の、ジランダというか屋上というかですね、そういったところでハンディ機の方で運用しております。はい、メリット5のレポートありがとうございます。こちらからレポート5353をお送りします。今日もですね、ちょっと屋上の方で家族と一緒にですね、ちょっと無線やってるところです。はい、先日の HFCBYA ミーティング、岡崎の方からですね、特徴で、繋げさせていただきました。はい、お返しします、どうぞ。
はい、了解です。 ITP606 名古屋市、こちらは長岡 HR420、 岐阜県関ヶ原町明神の森です。はい、あ、屋上で運用のんびり運用されているということで、いいですね。家族でご自宅の屋上でね、のんびり運用できる環境、羨ましいなというふうにね、思っております。はい、先日 UHFCBO ミーティングありがとうございました。どうしてもね、基局運用だとレポート交換するばっかりでね、ゆっくり喋れないんで、のんびり僕も今日は運用しようと思ってきたんですけど、はい、たくさんの方に呼んでいただいてね、また、慌てております。はい、この後もね、休日楽しまれてください。 ITP606 こちらは長岡 HR420、0.2W 運用してます。どうぞ。JB74 局さんいらっしゃったと思います。どうぞ。長岡 HR420 こちら愛知 JB74 です。愛知県豊根村茶寺高原移動となっております。どうぞ。はい、了解です。愛知 JB74 こちらは長岡 HR420 豊根村茶臼山高原ですね。メリット5で岐阜県関ヶ原町明神の森に聞こえてます。どうぞ。はい、了解しました。先週は UHF ミーティングの際、ピックアップありがとうございました。特賞初更新ということになっておりました。リスト帰ってから見ましたら、後ろから3番目ということで時間に間に合ってよかったなと思っております。こちらの方レポート5656お送りします。長岡 HR420 こちら JB74 どうぞ。はい、了解です。よく来てますね。こちらにもメリット5で聞こえてます。私 0.2W なんですけどね、茶臼山って見えるんでしょうかね、ここからね。ここから見てあれが茶臼山だって認識できたことがないんで、あんまりとんがってる形の山じゃないんでね、ちょっと遠くから見て認識するの難しいのかなと思いますけど、この感じだと多分ね、見通しかなっていうふうにね思います。はい、こちらこそ先週ありがとうございました。特賞の方でね、初めて更新できたということで、やっぱ特賞つながると嬉しいんでね、またぜひいろんなところでねやってみてください。あとちょっと気になってたんですけど、ジムニーに乗ってられるんでしょうかね。違ったらごめんなさい。愛知 JB74 こちらは長岡 HR420 どうぞ。はい、了解しました。長岡 HR420 こちら愛知 JB74 です。そうです、コールナンバーと同じ、新型ジムニーのシエラ JB74 型番となっております。なんとかゲットできまして、無線機アンテナから、いっぱい生えてきたというような感じでおります。はい、皆さんこんにちは、モースケです。今日はですね、UHFCBOA ミーティングの翌週の日曜日ですね。昼間はちょっといろいろ用事こなして、夕方近くになってからフラットで明神の森にやってきて、デジタル皆無線と特賞を中心にね運用してます。この間のね UHFCBOA ミーティングの、動画のコメント欄に、いやそんなレポート交換だけして面白いのかよっていう、全然面白さがわからないっていうコメントをいただいたんですよ。ありがとうございます。まあ、確かにね、まあ、おっしゃる通りだなっていうふうにね思いますね。確かにその、ああいうロールコール的なもののキー曲をやるときとか、あとね、まああるのがイースポかな、市民ラジオでイースポをバンバンやるときとかって、どうしてもレポート交換のみで次から次へと更新していくっていうような感じのスタイルになってしまうんですね。確かにそんなのつまんないだろうって言われたら、そうだよなっておっしゃる通りだと思うんですよ。で、僕もやっぱりそういう更新をしなきゃいけないって別に義務じゃないんでおかしいんだけど、状況的に、まあ、例えばそのこの間のキー局やるみたいに限られた時間でなるべく多くの人からチェックインしてもらいたいっていう時とか、イースポみたいに、こうコンディション上がってる間の時間が限られてて、でその中で聞こえてきた曲、これもなるべく多く更新したいっていうようなことをしてるときは、どうしてもね、まあ、そういうメリット交換中心の更新になっちゃって、まあ、それはそれで、まあ、面白い部分もあるんですよ。まあ、なるべくこうスムーズに次の更新に行くっていうのも、まあ、こう無線のこうオペレートの一つの醍醐味ではあるんで、まあ、それも面白いと思うけど、それ旗から見てるとねつまんねえだろっていう、そのやってる本人は面白いのかもしれないけど、旗から見てるとつまんないのかもしれないですね。で、
まあ、今日は、さっき更新の中でもちょっと言ってたかもしれないんだけど、やっぱああいうイベントの時にああいう運用すると、そういう更新になっちゃうの で僕もね、やっぱこういろんな人とちょっと長めに話したいなっていう思いもあるんで、そういう時はこうやってフラッとね、気軽に来て気軽に声出して、ちょっとこうおしゃべりするみたいな運用もしてます。まあ、とはいってもやっぱね、こういっぱい呼ばれちゃうんでね、どうしても次の人待たせないようにしなきゃってなっちゃうんですけど、まあ、どっちもやっぱ無線やってるからには楽しみたいなっていうのはありますね。ああいうこうスムーズにオペレートしてどんどんさばいていくっていうのも楽しいし、やっぱせっかくねこうやってコミュニケーションできる趣味なので、ゆっくり喋りたいなっていう思いもあって、それも楽しいんですよね。特にまあ今日はこれやってるけど、市民ラジオとかでまったり AM で喋るとかね、いいですよ、そういうのもね、はい。まあ、その話がしたかったっす。まあ、趣味なんでいろんな楽しみ方すればいいと思うし、いろんな考え方あると思うんで、そのいろんな考え方がある人をお互いね、否定し合う必要とかって全くないと思うんで、あ、そういう楽しみ方もあるんだってね、みんなが、それぞれ思えばいいのかなって思います。アマチュア無線とかでも、僕も正直今は7メガとかでカードバンバン交換するみたいな、運用に興味がないんですよ。でもそれやってた時もあるんですよね。その話なんかでしたかな、で、アマチュア無線のいろんなバンドもいろんなやり方してみて、やって、だんだん僕も興味が移って、こういうのやりたいとかああいうのやりたいとかって違う風になっていくんだけど、まあいろんな楽しみ方があるんで、それぞれね、ああいうことやってるんだっていうのをね、興味あれば自分も試せばいいと思うし、興味なければ違うやり方自分はやればいいと思うしね。まあそんな感じで無線を皆さんに楽しんでもらいたいなという、ちょっと取り留めのない話でした。せっかく来たんでね、もうちょっと運用して帰りたいと思います。以上、モモスケでした。バイバイ。はい、キロインディア611ポータブル2愛知県碧南市、入管ステーションございましたらコールよろしくお願いします。 TQ11 メーター、こちらは愛知 KI61 愛知キロインディア611受信します。愛知 KI611、 こちらは長岡 HR420、 どうぞ。了解しました。了解しました。長岡 HR420、 こちらは愛知 KI611。 はい、先ほどありがとうございました。もうそろそろあれですかね、お帰りですか。はい、こちらの方もね、ちょっと風はちょこっと出てきましたけどね、まだまだ暖かいんでね、もうちょっと粘ろうかなと思ってる最中でございます。中岡 HR420、 こちらは愛知 KI611、 どうぞ。はい、了解です。愛知 KI611、 こちらは長岡 HR420 関ヶ原町明神の森です。レポート53ですね、53送ります。はい、もうちょっとで、ね、帰ろうかなと思ったんですけどね、せっかくなんでと思って市民ラジオ今、くるくるっと聞いて、聞こえてる方にねお声掛けして回っております。はい、ちょっとこっちはひんやりしてきたから、ちょっと風がね冷たくなってきたような感じです。あとなんかちょっと前に北海道とかなんかコンディション上がってたらしいですね。はい、そんな話をねさっき別のチャンネルでね、聞いてました。 HKI611、 こちらは長岡 HR420、 お返します。どうぞ。了解。はい、了解しました。長岡 HR420、 こちらは HKI611。はい、そうみたいですね。僕もちょっとインターネット見てたら、北海道の方がね、ちょっと赤くなってましたよね。はい。ちょっと、東京の方はね、その辺全然聞こえてはなかったんですけどね、なんかコンディション上がってんだなっていう感じはありました。あと、海外局もね、結構、3時、2時、そのぐらいはなんか聞こえてたみたいですね。はい。長岡 HR420、 こちらは KI611。